えてる？音と映像 OK。 どうも、ワドツです。髪切りました。メガネも完成しました。風がやばいよ。どうか、さっぱりしたわさっぱりしました。似合う？似合う。お疲れっす。いい感じ。いかつい。いかつい。似合わない。こっちの方がかっこいいでしょ。デコ出した方がいいでしょ。昔のニコ生スタイルだね。ジャンレノって呼ばれてたメガネに戻した。ジャンレノって呼ばれてたから、なんか懐かしいわ。デコ出した方がいいよね、やっぱりね。男は短髪の方がいいでしょ。まあ、セットはしてないんだけど、1000円カットだから。似合ってるありがとう。さて、どうすっか。どうする？いい？あ、よかった。シーさん似合う、ありがとう。今歌舞伎町の前だね。都会が似合う男になった。そうかな松陰さんいらっしゃい。どうも。デコ短くしました。スポーツ狩り、昔で言うところのスポーツ狩りですね。1000円カットだ。ジェルとかはつけてないけど、ありがとう。リアルタイムだよ、リアルタイム。単発はね、まっつり切った、思い切って。スポーツ狩りだよ、スポーツ狩り。歌舞伎町でケバブでも食おうかな。ケバブ食べる。あのね、俺ね、あの目の色素弱いからね、色眼鏡の方が実はね、あの見やすいんだよね。あの色弱っていうか色素が弱いんだよね。似合ってる。ヒロママバーガーありがとう。ケバブ食うか。ジョン・レノンとかジャン・レノとか言われてたね。昔はずっとこの色眼鏡だった。目が弱いからモテるかな、モテるかな。ケバブ食おうか。じゃあリアルタイム、リアルタイム。髪の毛今切って、メガネ新しくした。はいはい、亀尾さんいらっしゃい。ケバブやってるかな。歌舞伎町夜中、夜遅くからやってる店が多いかな。どうなんだろう、やってっかな。ケバブ、職質受ける可能性は一気に上がったね一気に上がったよ。でもね、見やすいね。あのサングラスっぽい方が見やすい。あれ、ケバブ屋さんないな。あれ、潰れた。モテるかな。いや、モテたところでなんだけど。あったあった、ケバブあった、ケバブあったわ。髪の毛バッサリ切ったね。短髪の方が似合うっしょ、似合うっしょ、短髪の方が。あれあれ、ケバブ屋なくなってる。嘘、ケバブ屋もう潰れたの。なくなってるわ。嘘でしょ、ケバブなくなってる。ほんと入れ替わり立ち替わり激しいよな。すぐなくなるんだよ。どうしよう。すいません、アメスピとライターください。
ターボライターってありますか？こちらです。あ、じゃあそれ1個ください。アメスピのメンソールライトで。じゃあターボライターこれでいいですか？あ、それでいいです、はい、620円。はい、どうもタバコどこ吸えたっけな。歌舞伎町タバコ吸えるところってあったっけ、どっか。歌舞伎はね、入れ替わり立ち替わり今すげえ早いんだよね。おっと、風強えな今日。似合ってる、ありがとう、ハートありがとう。ジャンレノとかジョンレノンとかね、昔のニコ生はずっとこれで、このスタイルだったね。昔のニコ生のスタイル似合ってる？髪型短いとこんな感じだよ。似合う？俺も老けたな、でもな、老けたな。だからメガネ外すとクソ恥ずいんだけど、老けたな、和道な。めちゃめちゃなんかおっさんじゃん。すげえおっさんじゃん。老けてない？なんか悲しいよな、年を取るって悲しいよな。なんか老けたよな、シワとかシミが目立つようになったよ。5年もやってるとこんな感じになるんだな。すげえ老けたよね、渋くなったよね。30代ってこんな老けんの早いんだな。なんかちょっと若い頃の親父見てるみてえだもん。俺の親父がの、その子供の頃こんな感じだったから、俺も年取ったなと思って。20代じゃないんだね、もうね。中国の富裕層。タバコ吸える場所移動したいな。何しよっかな。親父に似た、今ね、カメラ、画面越しに、老けたなっていうのと、俺が幼稚園生ぐらいの頃の親父の顔にそっくりだったからびっくりしたよ。シワも増えたしさ。あ、今、青壁だね。だいたいみんなこの辺で配信してんだよ。ここでしょ？こんな感じでしょ？こんな感じ。カメラの映像で。ここね。ここ。ここが俗に言う、みんなが喧嘩してる青壁っていうスポットね。ここをよく見るでしょ。すっきりしたね。だいぶ。そこの部分でだいたいいつも絡まれてる。中国人みたい。マルハンの駐車場にタマちゃんの自転車ある。あー、そうなの？和道です。どうも。タバコ吸いたいけどね、ここね、青壁タバコ吸えればいいのにね、灰皿設ければいいのに。もう吸えないんだよ、歌舞伎町は。風林開会行く途中のコンビニにタバコ吸うところある？そんなんあったっけ？厳しいよ、東京は。どっかあったっけな、タバコ吸える場所。誰も吸ってないじゃん。のんちゃんなんて言うかな。のんちゃんかっこいいって言ってくれるかな。何 G みたい。なんで映画みたいな。ああ、多分ね、上を削ってるから。上と下黒くなってるでしょ。これは映画でよく使われてる技法なんだけど、ここを黒くしたり、ここをすることで、真ん中にギュッと焦点を絞るっていう。だから目が疲れないはずの。他よりも、要は情報量を下げてるんだけど、削ってるんだけど、焦点が合いやすいから、余計な情報が削れてるからね。映画でよく使われる技法なの、これ。
おい、いやいやよ、いらっしゃい。どうも。髪の毛切ってメガネあれしてきた。似合う？似合う？そうそうそう、それで見やすいんだよね、映画っぽいっていう。映像は特にこだわってないですよ。花火ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。サンキュー。あ、そうそう、俺検証しようか。みんなさ、画面さ、アップで見てるから俺のこと顔でかいと思ってるでしょ。今ちょうど引きで見てみる？俺顔小さいの検証しない？みんなさ、俺のこと顔でかいと思ってるでしょ。似合ってる？俺がどれだけ小顔か見せてやろうか。引きで見たことないでしょ。全身で見てみる？俺会うとびっくりされるんだよ、顔小さいって。試してみる？検証してみる？引きで見てみるかい？なんで何も言ってくんないの？丸メガネいいよね。身長170で、顔でかいと思われてんだけど、そんなにでかくないから。引きで見てみる？小顔でしょ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 ？そこじゃないんだ、みんなが注目するのは。そう、みんなね、俺のこと顔でかいと思ってんだよ。いや、メガネでしょそれ。メガネでしょ。你好。そう、カメラによって撫で方だからね、顔がでかいように見えるんだよね。いやー、老けたよ。髪の毛短くして自分の顔見てびっくりしたもん。30代って怖えなーと思って。すげえ老けたよね。スタイル、腕長いよ俺。そう、スタイル意外といいって言われる。これでも15キロ太ったかんね。うん、やっぱ格闘技やるとあれだよね、がっしりするよね、体が。どうしようかな、今何時だろう。3時か。まだキャスバー開いてないし、どうすっかな。靴はコンバースのオールスターだね。コンバースのただのオールスターだよ。コンバースのオールスター。別に、変な靴だよ。スニーカーだよ。オールスター、よくあるでしょ。コンバースのオールスター。モグリンから出てきたの、いらっしゃい。ようこそ。潜ってても面白くないよ。配信は関わらないと。おい、田中さん、おはよう。顔も垢抜けた。顔は別に変わってないよ。顔は変わってない。いつもと同じ顔だよ。もうモサったいのがなくなったんじゃないの。この辺バッツリ行ったから。おしゃれかな。俺でもジーパンと T シャツはコンビで売ってる。これあれだよ、 T シャツだよ。これ T シャツ、コンバースでしょ。でジーパンは最近ちょっと高いやつ買い始めたけど、リーバイスの606っていう2万8000円ぐらいするのに全部統一した高いヴィンテージに変えた。スタイルいいでしょ意外と。これでも15キロ太ったね。今一番、人生で一番太ってる時だね今。そんなにね、なんかね、顔でかいとかね、なんかそのスタイル悪いって言われると、近くで見てるからでしょ。そんなでもないと思うんだよね。確かにね、なんかそんなに体鍛えてるわけじゃないからさ、
あれだけど、若作りしたおっさんって感じ。長い、はい、長い、あーなんかするんすか。あーそうなんだ、うん、いきますよ。いいっすよ。前はなんか家から久々に出たひきニートみたいな感じだった、うん、コンビニに何しても変どうしようかな、タバコ吸いたいな。タバコとコーヒーと、あと飯も柿の種しか食ってないかな。パソコンから俺は携帯配信やらない。どこに行こうかな。プラプラしようか、散歩しようか、せっかくだから散歩しよう。若作りしたおっさんも何も、俺もう30だよ、32だよ、おっさんだもん。プラプラ歩くか。光くんの店ってどこにあんの。っていうか光くん飲み屋とか食い物屋やればいいのにね。絶対そっちの方が向いてると思うわ。大久保か。大久保駅か、ちょっと距離あるし、大久保治安悪いからあんま行きたくないな。カメラ持ってあそこら辺治安良くないから、あの辺カメラ持ってふらつきたくないね。マフィアとか全然いるし、あの辺ね、飲食店だと行きやすいんだけどね。大久保ら辺は私はめちゃめちゃ悪いよ、歌舞伎町より悪いよ、うん、全然悪いっていうか事務所ばっかりだし。100人町でやってんだ。外国人ならけ、あそこはね日本人全然いない。ルールが日本じゃないから。あ、ケバブあった。ケバブ300円、ケバブください。辛さは、これニンニクヨーグルトってうまい。どれがおすすめですか。ほうほうほう、混ぜるのもできる。じゃあニンニクヨーグルトと中辛で。安くないですか300円って。他500円でやってますよね。安いっすよね。Çocukken başladığım bu yolda. Hatırlay nay. Yürürken erdemlerin tarlasında korkusuzca tam bir üst seviyeye çıkacakken önüne çıkıyor kendi diktiğin nefret dolu korkuları. Duvarlar ölüyorsun benim başımda. Korkularından kaynaklı sorunların var. Nefret içinde bir korku. Ay, ケバブ安い、300円だった。しかも超うまそうなんだけど。え、これこっちの方がいいじゃん。いつもね歌舞伎らへん5、600円するんだけど、300円だって超うまそう。やばくない？座って食いてえな。俺はマックじゃない、
レッツノートとマック両方使ってる。どっかで座って食いてえな。座る場所がねえ。すごい量多いよ。地べたに座って食うか。袋は遠いよ。袋は遠い。なんで池袋なの？いただきます。300円で儲け出んのかね。うまっ。コーヒーなんか買うよ。うまこれ。普通にうまい。うまい。すごいよほら。300円安いよね。ケバブのいいとこ、野菜が多いところだよね。テレアいらっしゃい。おい、たまよいらっしゃい。親から教育で口の中に物を入れて絶対喋るな。口の中に物入れ喋ったらぶん殴られてた。教育はうるさかったね、親は。
バコ吸えんの向こうだな。どうす、あ、タバコ吸えんじゃん。招き、招き、招き猫。招き猫ありがとうございます。セフィローも若いからそうやって言ってるけど、俺みたいにハゲるんだよ。男はハゲるのからは避けられないんだよ。わかる。あとはかっこいいハゲになるか、かっこ悪いハゲになるかの二択だ。うわお、招き猫二発目ありがとうございます。招き猫ありがとうございます。3発目の招き猫ありがとうございます。いいね、バブリー。いや、そうでしょ、みんなハゲるんだよ、みんなハゲるんだよ、みんな。世の中にいいハゲと悪いハゲがあるんだよ。すごいね、3連発招き猫ありがとう。かっこいい。でも1000円カットでさ、この感じ良くない？単発似合うでしょ。普段行ってる6000円の美容室はもう予約取らないと入れないから、1000円カットしちゃった。ありがとう、肉まん、ありがとう、ありがとうございます。いや、気にしてないよ俺は。もうだってガキの頃からハゲてたもん。リスナーが気にするんだよ。俺は全然気にしてないよ。飲み物欲しいな、辛いなこれ。いい？いい？うん。ありがとう。風船ありがとう。まだね、ワックスとかつけてないけど、1000円カットだからそこまでやってくれないけど、家帰ったら髪の毛立たせてもいい。いや、これは自分でやったよ、半分金は。これ真っ赤にするね。畠山に見えた？いや、畠山さん好きだから嬉しいな。アステラさんも来たんだ。アワード似合う、ありがとう。箱欲しいな。1000円だったらいいよね、全然うまいよね。イケメンではないけど、決してイケメンではないね。なんだろう、撮影かなんかやってるな。映画の撮影かな。あれ、タバコ吸えないの？タバコ吸えないの？あれ、喫煙所がなくなってんだけど。申し訳ございません、先に進んでください。お探しまーす。なんか撮影やってんな。ごめんなさい、撮影やってんな。映画の撮影だ。すげえ機材が。映画の撮影やってるね。クレーンだ。すげえすげえすげえ。すげえよ、クレーン、クレーンで。なんだろうね。てか喫煙所がねえんだけど、ふざけんなよ。映画の撮影のせいで喫煙所撤廃、撤去されてんだけど。なんだろうね。
エキストラが100人200人ぐらいいたね。タバコ駅前今の通ったとこ捨てたんだけど、映画の撮影で多分喫煙所撤廃してる。サムネがジャンレの。どう、前髪ない方が良くない？アンコロデコ出しダメかな。ほらアンコロがさ、前髪あった方が好きって言ってたじゃん。どう、前髪ないの？どう、ここから見る新宿の高層かっこいいよね。こっからのエヴァンゲリオンか。向こうのビル群の方が俺の家の方。カマちゃん似合う。袋いらないです。1000円で。はい、前髪ある方が好きなんだ。ごめんね、しちゃった。前髪ある方が好きだったごめん。もう俺の前髪は返ってこないね。あ、なんや、あばら折れてる、あばら折れてるってタマちゃんのコメントだったの。あれなんであばら折れたの？あれ何、タマちゃんのコメントだったの？あばらが折れた、あばらが折れたってどうしたの？なんであばら折れたの？なんかあった？嘘、警察行った方がいいよ。警察行きな、警察。なんダメだよ、女の子に手あげんなん最低だよ。診断書警察に出したら出したら。ダメだよ、タマちゃん。な、俺の可愛いタマちゃんの。俺の可愛いタマ子のあばらを返せって。女の子に手あげるやつ最低だよな。タマちゃんってどこに住んでんだっけ？新宿だっけ？タマちゃんは都内住みなの？いや、それ痛いでしょ。あばらはもう自然治癒しかないかんね。かわいそうに。本当だよね、タマヨさんね。都内住みか。まあリスナーとかいっぱいいるんだから配信やればいいんだよ。いや、女に手あげるやつは俺は許せねえな。大っ嫌いだよ。自分より弱いやつ殴って楽しんでるやつ大っ嫌いだから、いじめといじめっ子と、俺は女と、あと子供殴るやつ最低な人間だと思ってる。絶対付き合わないね。あ、もみすけ騒動してんの？最低だな、それ。バンバン宣伝しようよ。配信者としてとかじゃなくて、もう人間として最低だから。弱い人間を殴るっていう。そう、どんなことがあっても手出したらダメ。自分より弱い人間には。そう。例えば、なんだろう、障害者とか、男でもほら、華奢な子とかいるでしょ。同学年でも華奢で体力的に絶対勝てないって分かってるのには手を挙げたらダメ。ありがとうございます、招き猫、ありがとう。そう、
俺母ちゃん殴っちゃったこと1回だけあるのよ。1回だけあんの。すっごい今でも後悔してる。頻繁に殴ったわけじゃなくて、腹違いの弟のことをディスって一回ぶん殴っちゃったことあるの。人として最低だと思った。それでも謝ったよ、ごめんって。どんなに最低な発言でもさ、腹違いとはいえ俺の弟だから。いやもう全然全然徹底的にやった方がいいよ、タマちゃん。徹底的に。ね、怖いよね。てかなんでそんなことになったんだろうね。怖いよね。あばらかわいそうだな。手じゃ多分ね、油折れないから蹴られたんだと思う。タマちゃんそうでしょ、蹴られたんでしょ。男のな拳でもね、油折るのって結構難しいの。鍛えてない人が油折ったんだったら多分ね、蹴りだと思うよ。蹴り、寝てるところとかに蹴りか踏みつけが濃厚、肘とか。突き飛ばされただけじゃあばらは折れねえぞ。それくらいじゃあ多分あばら折れないと思うね。どっかにぶつかったわ。被害届出した。アンコロはそういうのいらない。アンコロ。朝勉強したでしょ、アンコロ。そういうのいらない。勉強しよう。アンコロに一言だけ言わせて。波に乗るの。サーファーは波に乗るの。波の立たないサーファーはダメでしょ。ウェーブに乗ろ。痛みとか辛いよね。そうだよ、情報という波に乗ってるんだよ、ネットサーファーの俺たちは。そう、アンコロそういうの大事。よくやった。そういうこと。ネットサーファーだから俺ら。ねえ。あ、充電切れるな。うちのリスナーみんな優しいよ、うん、
たまちゃんがあの阪神車と6人とパコったとか俺ら絶対言わないから大丈夫だよ。ハゲてる、ハゲてる、ハゲてる。誰にも言ってない、大丈夫だよ。3人以外他にあのネットで晒されてない3人と配信者とパコってるっていうのは言ってないよ。たまちゃんみんな優しいから。合計6人の配信者とパコったなんて俺ら言わないよ。ねえ、みんな言わないよね。みんな言わないよね。大丈夫だよね。帰るか、帰るか。ちょっとセッティングだけさせて。行ってない、優しい。雑談タニングにも書いてない、大丈夫。でも次の日の枠で速攻コメントシャワーで聞かれた。俺ら配信者だからね。いいんだよ、人生全部ネタだから。たまちゃんでもいいよね、キャラクターがね。俺はあれだよ、ポケモンマスターになるのが夢だから。ああ憧れのポケモンマスターに。これをサトシって呼んでいいよ。サトシ32歳だけどまだポケモンマスターになるの諦めてないから。そう、いや、たまちゃん多分セックス好きなんだろうね。なんかいるもんね。なんか地元のやりまんお姉さんとか昔いたじゃん。いなかった、綺麗でやりまんのお姉さん。ネットができてからこうやって配信者とパコるようになっちゃったけど、俺ね昔ね地元にいたもん、やりまんお姉さん。すぐやらせてくれる、好きでしょ。たまちゃんセックス好きそうだもん。だからね、多分ネットがなかったらね、あの地元のやりまんお姉さん毎日したいんだ。どうしようもねえな。避妊だけしっかりすればいいんだ。セーフセックス、避妊だけしっかりすればいいと思うよ。いや、なんかたまちゃんそういうオーラすごいもん、やりまんのオーラが。佐世子だよ、佐世子。何でもいいんでしょ。気持ちよかったら何でもいいんでしょ、たまちゃんは。そんな考えてないじゃん。誰でもいいわけじゃないんだ。何、配信者で言うと一番タイプなの新野町、一番かっこいいなと思うのは。ふわっちん中の男性配信者で一番タイプなの誰？まだパコってない人でもいいよ。たまちゃんは、お前ふざけんなよお前。たまちゃん小銭でやらしてくれる女じゃねえよお前、謝れよ。何が小銭全部だよ。たまちゃんはやったらお金くれんだよ。バカにすんなよ、たまちゃんのこと。
たまちゃんはタダでやらせてお小遣いくれるタイプだから。俺らのたまちゃんをバカにすんなよ、謝れ。よっしゃ、松陰さんいらっしゃい。こっちかな。あ、滑車だけなんだ。お金くれるわけじゃないんだ。あげたことはないんだ。それは失礼しました。そうそう、ニコ生の頃こんな感じだったよね、赤さんね。そう、ニコ生の頃思い出すよね。何、赤さんそんな古いリスナーなの？ニコ生の時なくしたメガネと全く同じメガネだもん、フレームは。色を元に戻したの。いや、すげえな、招き猫4発かよ、すげえな。かっこいいハゲだよね、かっこいいハゲ。俺の理想の男はブルース・ウィリスだから。ブルース・ウィリス、ダイハード、ダイハードに出たい。ダイハード12に出たい。ダイハード12、いつか回ってこないかな、ダイハード12。ユーチューバーと戦う話。ユーチューバーが Google 本社をジャックした話。助けに行きたい。ゴン太郎さんいらっしゃい。あー、ジーザースって言いながら戦う。フォローありがとう。フォローありがとう。コーヒー飲むか。パソコン風強くて無理だな。パソコン置けねえな。体の相性が大事でしょ。まあ、和戸くんクラスになると体の相性を飛び越えていくけど。体の相性っていうかね、雑なセックスするやつ嫌いなんだよね、俺。似合ってる、ありがとう。俺、相性悪いって言われたことないね。セックスには定評があるからね、俺は。SEX に定評があるから。セックスが下手とか上手いとかじゃなくてね、普通にね、ダメなセックスしてるだけだと思う。ありがとう。こんにちは。ラッパーみたいでしょ、ラッパー。ラッパーみたいじゃない？西新宿代表のラッパーになろうかな。ラップ、何ラップがいいの？何系のラップがいいの？もう俺のフローはすごいよ。だいたい語尾にありがとうママって言うから。もう泣けるよ。だいたいアンサーソングだから。
大体ね、ありがとうママっていうのと春夏秋冬って言っときゃ大体売れるから、俺そういうの分かってるから、うん、感謝の気持ち忘れねえだよ、ほんと。ほんとにママありがとうだよ、うん、そうだろう、うん、タムタムいらっしゃい、俺はそういう売れ線なラッパーになりたいと思ってる、うん、届けるよライム、欲しいよアイテム、うん、聞き飽きたのははい論破、俺の配信はザリボンバー、お父さんへのアンサーソングない、うん、インフンでるよ、そうそう、建築ラッシュだね、東京は。あれがあるから、なんだっけ、あのオリンピック、うん、アイワード2、バブタズヒコいらっしゃい、アイコン見た、あ、サムネ、サムネっつうか、あのトップが、うん、髪の毛をこんな感じになりました、こんな感じ、やっぱりね、俺クラスになるとね、床屋に行ってかっこいいセリフだよね、どうなさいますかって言われたから、スポーツ狩りでって言ったからスポーツ狩りでお願いしますって言ったからかっこいいだろ、今時多分聞かないと思うよ、スポーツ狩り、そしたらスルーされちゃったよね、あ、短くしますねって言われた、うんでもスポーツ狩りでしょこれ、クラシックなスポーツ狩りでしょ、むしろ逆になんか新しくなってるんだって、スポーツ狩りを知らないから、アーミンありがとう、いやこれスポーツ狩りだよ、俺の子供の頃子供みんなこの髪型だったんだから、そうだよね、これがスポーツ狩りだよみんな、そう、一瞬誰か分かんなかった、テクノカットとかそういうのないから、そういうなんかカットの名前は許せねえから、そう、生粋のスポーツ狩り、スポーツ狩りがなくなったんだよ、滅んだんだよ、フェードカットっていう、腹立つわ言い方、それ意識高い、意識高いの腹立つわ、いや風強すぎマジで、そう、バリカンごっそりだ、うー、風強い、ほらやっぱかっこいいよ、これがかっこいいでしょ、このビル、これがね、なんだっけ、このビルの名前なんだっけ、マジでかっこいいの、世界で2番目にかっこいいと思って、あー危ない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 、ところだった、危ない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 、ここダメだ、国運タワーっていうの、風がやばい、今日レッツノート軽いから飛びそうになるんだよね、うん、いや風今日台風だよ、うん、風台風だよ今日、北運タワーマジでかっこいいよな、そのビルがいやらしく見えるのは多分タマちゃんだけだね、生粋の佐世子だからね、もうタマちゃん佐世子に名前変えた方がいいよ病気だよ病気、そうそう、モード学園のビル、そう、
佐世子だね、たまちゃん。もうだってあのモニュメント見ても多分欲望するでしょ、たまちゃん。たまちゃん、あそこのモニュメント見て、オナニーできるでしょ。あそこに赤いのあるでしょ。たまちゃん、わかる。ラブって書いてあるわ。たまちゃん、いくつだ？たまちゃんっていくつだっけ、今。あ、やばいっつって。てつさん、こんにちは。たまちゃんもうネットにどっぷり染まっちゃったからね。なんか腹立つ、腹立つ。なんで腹立つんだよ。ラブのオブジェ、オブジェいつも写真撮ってるよ、みんな。ラブで俺も写真撮ろうかな、ラブで。今も撮ってるもん。いつ撮っても夜中以外ラブみんな撮ってるからね、写真。なんでラブで撮りたいんだろう、みんな。ほら今撮ってる、ラブで撮ってる。なんでみんなラブ好きなんだろうね。いや、ラブずっと撮ってる。ここにあるラブ、ラブそこにある。ラブもう、なんか何箇所かにあるんじゃなかったっけ、ラブって。ラブはね、のんちゃんが言ってたな、何十年か前に新宿の駅前にあったんじゃない。え、 GTO であれ有名になったの？あれ GTO で有名になったの？あ、そうなの？え、そ、え、あ、そんなシーンあんの？え、どういうシーンなの？教えて。 GTO に出てくんだ、ドラマの。え、何？あれで何すんの？あのラブで。インスタ映えかな？おい、りんちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。おお、新竜いらっしゃい。みんなマンスリー上位狙ってるからアイテム応援してね、みんな。アイテムちょうだい、アイテム。美課金税、重課金税、廃課金税、アイテムください。ニューヘアいい。ほらね、ありがとう、夏夏さん。ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう。かわいい子ちゃんから花火いただきました。まいちゃんいらっしゃい。まいちゃんありがとう。新宿駅前にあったって聞いたね。チューするでしょ。チューするでしょ。ありがとう、エデンさん。美化金税ありがとう。カラオケ行きてえな。愛は愛で。おい、こんにちは。かわいい子ちゃんからもらう花火は最高だよね。今日ご飯何食おうかな。羨ましいでしょ。ババアとメンヘラだけじゃねえぞってね。ババアとメンヘラだけじゃねえからなっていうところを強くアピールしたい。いるし、かわいい子。かわいい子、かわいい子でから花火もらえるし。な、ババアとメンヘラども。そう。うちはババアとメンヘラだけじゃない。夏々お金持ちなんだ。可愛い子ちゃんからもらう花火は最高。
メガホンありがとう。テツさんメガホンありがとう。メンヘラでババアだから来てるよねっつって、まあ、メインの女性リスナーは和道ギャルズって通称あれだからね、メンヘラババアのことだからね。そう、メンヘラババアが集まるわけだから。これね、新宿駅から西新宿って言って都庁の方だね。あの目の前にあるこのツインタワーが都庁だからね。こっち側は繁華街の方じゃなくてオフィスビルとかもうバンバン建ってるところ、ホテルとかオフィス、これはなんだ、安田、小田急、なんかこういうビル群っていうので、ここはヒルトンホテル、そう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 、だからもう高層ビル街の方が俺の家の住んでる方の、だいたいね歌舞伎町まで歩いて20分ぐらいかな。だからね、渋谷とか中野の方、俺が住んでんのは、うん、あ、そうなの？へぇ、夏々よろしく、夏々ありがとう。もしよかったらフォローして。展望台はもう外人だらけだよ今、もう365度、もうどこ見渡しても365度を夜景、すごいよ本当に。だって東京でタダで登れて365度夜景な場所なんかないよ。カーマさんいらっしゃい、よろしく。風がやばいな。そう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 、マラソンのスタート地点だね。和道さんに西新宿の高層ビル定点性見せてあげます、リア突できれば。あー、なんか言ってたね、見たいね、うん、かもしくはリア突できるかじゃなくて、鉄さんがコンビニとかであのスキャンするんですよ。でスキャンして写真データを俺に送ってくれたら、俺がスライドショーでみんなと共有できるよ。あの直撮りで写真撮るよりも多分綺麗だと思う。PDF 化するの、 PDF っていうか写真データに変えるの。レイバンじゃないよ、メガネメガネ、これはサングラスじゃない。これはメガネです、色メガネ。そこがだから一番でかい公園ね、中央公園。もう緑が生い茂ってるのは中央公園ですね。ここがもう歩いて5分ぐらい。ここが石野が住んでたところね。ナンシーありがとう。以前から潜ってみました。レオンみたいですね。マチルダのサムネにジャンレノの配信者っていいよね。ナンシーありがとう、花火。マチルダでしょ、これ。レオンの。牛乳2リッター飲むか、じゃあ。毎日牛乳2リッター飲んで、植木を手入れしよう。東京では何が流行りなの？何が流行りなの？よろしくね、ナンシー。いらっしゃい、姉ちゃん花火ありがとう。4年前から軽蔑してたんだ、マジで？すげえな。あ、そうだったんだ、知らなかったわ。リスペクトされてると思ってたわ。
マジか、よかった知れて、ありがとう姉ちゃん。そういうの大事だよね、変わらない心。うん、大体ね、初対面で信用できないやつはね、あの何年経っても信用できないからね。そういうの大事。腹減った。腕上げたね。七原くんが姉ちゃんを鍛えてくれたんだろうね。七原くんが。おい、三郎さんいらっしゃい。かっこいい。何がかっこいいのか言ってごらん。もっと具体的に言ってごらん。何がかっこいいと思うんだい。もっと具体的に言って、かっこいいと思うところ、かっこいいって。俺そういうコメント大好き。かっこよくなった。びっくりしたよ、髪の毛切ってさっき包装つけたらさ、俺老けたな。すっげえシワとかさ、なんかほら5年もさずっと自分の顔残してきてるじゃん。老けたな。老けたよね姉ちゃん。俺短髪になって気がついた。あー年取ったなーと思って。珠代ちゃんためなの俺と。だって27とか28の頃に配信やってて、で、大体この髪型に丸、これだったから、ああ、年取ったなーって思ったよ。老けたよね、姉ちゃんね。バイクに乗ってそう。今年33。俺1個上だと思う、多分。俺今年じゃない。もう5月だから、来月誕生日だから。老けたよね。失敗かな？失敗？そう？そんなに変？そんなに変かな？スポーツ狩り。失敗かな？老けわかるね、短髪にするとね。短髪にすると老けわかる。まあ男は35からだね。わかるわかる。男の色気はこれからだよ。スッキリしたかな。変？え、前の髪型と今の髪型どっちがいい？変かな。そんなに変？いや、なんかね、肌の質感っていうかクマとか、なんかお肌のコンディションあまり良くない。お肌のコンディションが。あと、おでこのシワとかさ、こういうのとか。今の方がいいかな。もともいらっしゃい。下手ね。時代を下手ね。あ、今の方がいい。よかったよかった。リスナーがいいってくれたら俺はそれでいいんだよね。坊主が似合ってた？坊主ね、女の人が怖がるんだよね、結構。シワも歴史だよね。そうだね。シワも歴史、いいこと言うね。うん。親父がね、結構シワくちゃなんだよね。目元にね、あのミスチルの桜井くんみたいな笑いシワができるんだよね、俺の親父。同じ DNA なのに笑ってないせいか、俺にはシワができてないね。あー、ロムセありがとね。うん。超似合ってドキドキしてる。あ、じゃあワドニーだね、今日は。今日はワドでオナニー。略してワドニーですね。はい。あの、
ワドにしたら花火後日投げてください、感想とともに。おっとっとっと、危ない危ない。いや、親父はよく笑う人だったから、笑顔が素敵だったから、笑いじわがすごい綺麗にできてた。大丈夫？赤ちゃんに近づいてきてる？そうだね、そうだよね。だん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 リスナーさんにおんぶに抱っこで生活できるようになってきたからね。いや、ワドニーは結構有名だよ。だってこれあれだよ、招き猫とか花火の数って、ワドさん昨日オナニーありがとうって、おかずの数だからね、これ。日本中の和道ギャルズが、あの、オナニーした数だから。知らなかったの？だから、招き猫4発上がったってことは、とんでもないオナニーした女の人がいるの。一晩でも和道に8回ぐらいやったんだよ。8回じゃないか。16回ぐらいか。とんでもないよ、もう、ほんとに。和道にが。和道にが止まらなかったんでしょう、多分。外配信面白い。ありがとう。ドスケベいっぱいいるよ。ちょっと待って、新宿すげえ。ペットショップなんだけど、あのペットのトリミングとかするお店なんだけど、このお店すごいわ。聞いたわ、鳥のアーユル、あ、え、アーユルベーダー、アーユルベーダーって知ってる？みんな流行ってるの。なんかあのおでことかにあのあったかいぬるい油を注ぐエッセみたいなの知ってるでしょ、女の人。俺ドスケベだよ、ド変態。俺はアーユルベーダーって聞いたことある。女の人は多分知ってると思うの、エッセとか好きだから。ワンちゃんがアーユルベーダー。俺より絶対いい暮らしてるでしょ、この辺の犬。そう、インドのやつ。ワンちゃんのアーユルベーダー、引くわ。俺より絶対賢い犬とかいるもんね、この辺で。俺よりうまいもん食って、俺より高い家賃に住んでて、俺より賢い犬、ついに俺よりいい生活、アーユルベーダー、引くわ。いや、ワンちゃんに金かけすぎでしょ、この辺の人。オイルエステやばいよね。すげえわ。犬に対する愛情が半端ない。結構流行ってるの、アーユルベーダーって。1万か2万ぐらいじゃん、人間で。いや、俺よりもいい生活をしてるよ、この辺の犬は。いかつくなってる、イチローさん。バカありがとう。お犬様だよね。和道ごときとお犬様だよ。和道ごときとお犬様。すげえなー。え、こんなとこに定食屋あんだ。やっぱあるだろうね、多分ね。まあまあ、成田の大体犬はなんかカリカリしたやつ、2000円ぐらいのカリカリしたやつ与えとけばがっついてくるけど。成田はいいよ、成田はいい街だよ、やっぱ。千葉県成田市の犬はね、やっぱりね、カリカリを半端じゃなく美味しそうに食べるから。カリカリが好きな犬が好き。あのね、なんかドライフ、なんかあの缶詰みたいなやつ食う犬嫌いだわ、俺。
許せねえわ。タワーマン、タワーマンね、あそこの家買って、誰かあそこの一番上買って。そうだね、ボロンズさんね、昔から見てるリスナーさんが分かるね。昔から見てる人はみんな言う、昔の懐かしいね、あそこに住みたい、みんな、あそこ買って、みんな。ここは西新宿だよ、北新宿じゃない。いくらぐらいするんだろう。遠近感狂うよね、これ。遠近感狂わないなんかすごいよね。多分雲届いてるでしょ、あれ上の方。すげえな。何階建てなんだろう、これ何階建てなんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、わかんねえ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 。エレベーターで5分ぐらいかかりそうだよね。月ね、ここね、55万って書いてあったよ、ぬこちぐらさん。55万だって最上階。月55万。いや、入れない入れない、エントランスになんか羊みたいなやつがいるから受付のところになんかいるんだよ、こういうところって。入れない。すごいよね。100階はないでしょ、さすがに。花輪くんちはもっと、そうそう、コンシェルジュか、それだ、それがいるんだよ、コンシェルジュが。あ、そんな感じなんだ。どんな生活なんだろうね。意外と不便だって言うよね。エレベーターで鍵を忘れただけで往復10分かかるとかさあ、ポケットに鍵忘れたわって言うとエレベーターだけですごい時間かかる。その生活は嫌だよね。まあね、俺もなんかこうがっつり配信で稼いで、なんか面白い生活してえな。生活保護から配信だけで成り上がるサクセスストーリー配信だから、ホームレス、生活保護、生主で、ついにプロ配信者になったから、プロ配信者に成り上がってきたよ。世間で言うところのアルバイターぐらいの位に上がってきたからそう、ニートから生ポーニートフリーターぐらい。今のね、多分俺のポジション世間体的にはフリーターぐらいだから、こっからが大変だよ、こっからが。マイケル・ジャクソンまで遥か遠い道だからね。ありがとう、バカありがとう、サンキュー。マイケルに一歩近づいたよ、マイケルに。なんかね、俺ね、自分の家の住んでるエリア、ほら、ノスタルジックですごいいいって言ってたじゃん。もうその辺にいるんだけど、なんかね、映画の撮影のロケ地なんだって、有名な。頻繁に撮られてんのよ。多分ね、みんなが知ってる映画だと思うよ。なんつったっけな。マイケル・ジャクソンとか、ジョン・レノンとか、なんかそういう感じ。スーパースターになりたいの。なんていう映画だったっけな。なんだこの車、すげえな。へえ、あ、金梅さんタワマンに住むんだ。まあそれくらい稼いでるからな、金梅さんは。まあ防犯のことも考えたらいいとこ住んだ方がいいよ、金梅さん。そろそろ変なリア凸とか
もうめんどくさいだろうし、コンシェルジュが守ってくれるからね。なんて言ったっけな、とにかくね、その歩いてもう1分ぐらいなのにこんな感じなんだよ。そう、俺の近所紹介するわ。家ではまだ諦めてないよ。今23万のカメラを買ってくれる人を募集してんの。もうそろそろ映画撮るよ。で、その撮影用に一眼レフ買いたいんだよね、23万円のカメラ。トランプタワー、ここね、ほらノスタルジックでいいでしょ。なんか面白いんだよね、この辺。これが俺の住んでるエリアなんだけど、なんか高層ビルとかさあるんだけど、なんか住宅街っぽくなるんだよね。で、道路が公園なの。そう、こんな感じで道路の中に公園があるの。面白いでしょ。ほら、歩道の中に公園にあってんの。なんでこんな作りなんだろうね。で、なんかこの前ね、見たんだよね。そう、ノスタルジックなんだよ。なんか後ろ振り向いたらタワマンあるんだよ。そうそう、西新宿5丁目。これね、なんかね、張り紙が貼ってあったんだよね。なんて書いてあったかな。キャノンじゃない、ソニーの α7 だね。ほら、なんて書いてある。これ関係ないな。これなんだっけな、なんかね、映画のロケ地だって書いてあったんだよね。ね、伊丹十三監督の映画タンポポだって。ラストシーンのロケ地だって。伊丹十三監督のタンポポ、俺が生まれた時の映画だね。の、ラストシーンのロケ地に使われました。さらには日本の伝統的ロックバンド、ハッピーエンドのファーストアルバム。ハッピーエンドって知らないな。ファーストアルバムのジャケットに使われたって。ここが。そう、この公園の下はもともと川だったんだって。で、その、タンポポのラストシーンだって。埋めちゃったんだろうね、多分。ほんとね、アキラだよね。ネオ東京だよね。ほんとそう思う。アキラの世界だと思う。ネオ東京だよ、ネオ東京。フォーク系のバンドなんだ。じゃあここは川だったんだね、ここは。埋めちゃったんだね。でもああいう看板が残ってるといいよね。思い出になるもんね。ここは、わかんない。100年後、メッカになるかもしれないよ、ここ。青壁と、この、ここは。俺がスーパースターマイケルになったら、巡礼の旅に来るかもしれないよ。プリンセスガーデンとか。あ、芸能人よく見るよ、この辺は。普通に歩いてる。よく見るつうか、住んでるエリアだね。あ、そう、ここに和道ゆかりの地って、ここにプリンセスガーデンってこう看板が作られる。ここ俺の家だから。ここここ俺の家。よいしょ。狭いな。あれ、のんちゃん、じゃあ開けて。庭あるよ、開けて。よし、ただいま。何やってたの。髪の切ってきたよ。どう、似合う、見て、似合う、のんちゃん。似合う、かっこいい、かっこいい、うん、ただいま。どうどう、見てよ、ちゃんと。かっこいいよ。
かっこいい、うんうん、どう似合う似合う、うんうん、いいでしょ。1000円カットだよこれ。のんちゃん何やってたの今日？今日 YouTube 見てた。 YouTube 何見てたの？マリリンマリリン見てたんだ、うん、マリリン見てたって。よっしゃ帰宅したわ。これが我が家だよ。これが我が家プリンセスガーデンで、ベッドの後ろにあのミースケからもらったこの空気清浄機が稼働したことによって、っていうか部屋の匂い臭くなくなったね。な帰ってきても匂いが綺麗、臭かったもんこの家、うん、空気が綺麗になった。じゃあ皆さんお疲れ様です。一旦放送やめます。ありがとうね。髪型こんな感じになりました。お疲れ様、ありがとうね。メガネ